チャーガンジュ、兄や総八です。はい、今日はね、ちょっと大変なことになっております。はい、こちらをご覧ください。こちら。一見、どん兵衛が二つじゃないわ。はい、こちら。一見、どん兵衛が二つあるように見えますが、違うんですね。こちらが、普通のどん兵衛、熱湯5分。で、こちらが、最強どん兵衛です。はい。熱湯8分ですよ。はい。なぜ今日、このような形になっているかというと、昨日ね、こちら、この最強どん兵衛を、陸高中隊長にいただきました。はい。視聴者の陸高中隊長にいただきました。はい。陸高さんはね、リアルに、ちょっと、知り合いというかもう、はい。ソフトボールの間柄で、はい。いただきました。ぜひこれを食べてみて、見てくださいということでね。はい。熱湯8分なんでね、ちょっとまだ、もうちょっと、はい。時間を置いておきましょう。はい。では早速、ノーマルのどん兵衛からいただきたいと思います。ちょっと待って、このアングルはちょっとまずいな。物が映らんな、全然。まあ、いっか。いいよ、いいよ、もう。アングルっていうのはね、もうその時の、気分次第なんで、うん。はい。じゃあまずは、普通のどん兵衛から。これ、俺全部食べきれるかな、これ二つも。そういった感じなんですけども。よいしょ。はい。では、合掌、いただきます。はい。まず、普通のどん兵衛ね。はい。うん。うん。うん。うめ。うん。あ、すいません。ここ今ね、ズムスタ前の線路の前なんでね、ちょっと電車が通ります。うん。はいはい。もうこちらは、非常に、馴染みのあるどん兵衛です。さあ、そして、お待ちかね、最強どん兵衛の方を、いただいてみます。ちょっと、まず香りを。はい、最強どん兵衛。ん？ちょっと待ってよ。香りはね、ごめんなさい、正直僕にはわからない違いが。ちょっと出汁をスープを吸ってみましょう。ん？薄い？こっち普通の。あ、全然違う。こう、比べたら。うん。全然違う。何なんだろうね。僕はこっちの最強同盟の方が、あっさり感じる。カツオの風味？すごいね。6種類ブレンドされてるみたい。アゴ、干し椎茸、煮干し、サバ、昆布、かつお節。かつおだしが効いたのかな。うん。麺は一緒？うん。うん。麺はこっちの方がふっくらしたんかな。8分間置いとったけかな。うん。美味しい。うん。
ただこのグルメじゃない僕でも分かるのは、揚げがねこっちの方がね大きい。うん、うん、うん、やっぱこっちの方がちょっと上品なんかな。スープがなんかすっきりしとるように感じる。でも陸高中隊長曰く、こちらはねなんかちょっとねカツオか何かのちょっと雑味を感じますって言われてました。うん、うん、うまい。なんか陸高中隊長はあれですよ、調理師免許もお持ちになられてるみたいで、だからすごくその辺わかるんでしょうね。こうスープ飲み比べただけで何の違いかがね。あ、洗顔器がうん、全然違う。こっちは本当やっぱりあのカップヌードルというか、あのカップ麺的な感じ。うん、うん、やっぱりね、やっぱりそうだね。うん、麺もやっぱ違うわ全然。こっちの最強どん兵衛の方がやっぱ麺がねもちもちしてね、ちょっと太いです。うん、うん、ちょっと熱くなってきた。うん、うん、僕はでもこっちの方が好きかもしれない。うん、揚げがうまい。全然違う、ほんと何回も言うけど飲み比べたら多分こっちの方が味は、あの濃い薄いで言うとこっちの純正のどん兵衛の方が濃い気がします。うん、なんか麺が太い系か知らんですけど、こっちの最強どん兵衛の方が麺の量が少なく感じるけど、多分質量的には一緒なんでしょうね。うん、あ、ほんとなんか出汁って感じがしますね。うん、うん、多分こっちの方があのお店で食べる多分うどん
に近いんじゃないかな、やっぱ。うん。うん、うまいでガンス。うん、うん、うん、やっぱ違う、こっちの方が甘い、なんか、うスープ2つも飲み干して体に悪いですよってからね、コメントが来るでしょうよ、うん、あ、いい、こっちがいい、僕は出汁はこっちの方が好きかも、飲み干しました。あ、これ入れるの忘れとったこれ入れるの忘れとった、ゆず七味だって、あらー、これを入れるの忘れとった、はい、ということで、本日は、どん兵衛2つ、最強どん兵衛と純正のどん兵衛をいただきました、はい、陸高さんありがとうございました、お腹いっぱいです、ごちそうさまでした。